ガッツ、百年戦争って知ってるよな。ああ、なんとなく。ミッドランドとチューダーの戦争だろう。そう。百年前にチューダーがミッドランドに侵攻して以来、未だに戦いを続けてるんだ。吐きもせず、よくやるもんだぜ。ま、おかげで俺たち傭兵は食い縁に困らないわけだ。ちなみに鷹の段はミッドランド側な。へえ。しかしなんでまた大国が俺たちみたいな傭兵を雇うんだ。最近だいぶ押されてるみたいで、急遽戦力が必要なんだと。そこで我ら鷹の段に白羽の矢が立ったというわけさ。何者であれ、俺の邪魔はさせない。の名にふさわしい働き見せていただきましょう。調子に乗りすぎるなよ。一丁かましてやるか。みんな気を抜かずにかかれ。
引っ張んなよ。 力みすぎるな。 邪魔はさせん。
戦闘終了。各隊、損害を報告しろ。鷹の段はどう？やっていけそう？わかんねえよ、そんなこと。ここは変わってる。他の傭兵団と、なんか違う。そんなもんかね。でも、シーテイやグリフィスかな、やっぱり。ここの連中はあいつに惹かれて集まったんだ。ここでは、毎日血の間臭いことやりながら不思議と、泣いたり笑ったり怒ったりできるんだ。あいつってどんなやつなんだ？わかんない。子供なのか大人なのか、いいやつなのか大悪党なのか、よくわかんないやつだよ。俺たち凡人にはわからない、一生かかっても手に入らない確信みたいなものを持ってるんだろうな、きっと。確信？何の？全てのさ。ここならきっと見つかるぜ、お前さんの居場所がさ。まだ答え聞いてなかったな。前の戦、なんで俺を助けに戻った？せっかく手に入れた優秀な手駒を、あんなケチな戦でなくしたくないからな。ガッツ、お前は俺についてこい。今はほんの一歩に過ぎない。鷹の段も、戦場でのいくつかの勝利も、ほんの手始め。ほんの始まりさ。面白いのはこれからだ。命を懸けるほどにな。俺は、俺の国を手に入れる。お前は俺のために戦え。お前は俺のものなんだからな。お前の死に場所は、俺が決めてやる。国を手に入れるだと？貴族でも王族でもない。ましてや騎士ですらない傭兵団の隊長が。グリフィスは当たり前のような顔して言い抜けやがった。俺と大して変わらない。ただの一人の男が。あそこを飛び出して以来、俺は何をやってたんだろうな。あっちこっちの戦場をただ駆けずり回って、ただ敵を斬って、ただ生き延びて。答えはまだ見つからないよ、ガンビーノ。私の務め、果たしてみせる。
前の活躍楽しみにしているよ。ま、気楽に行こうや。一緒に頑張ろうね。よくやってくれているな。いい動きしてるぜ、お前。Oh!
ちの勝ちだよ。人の温かみに触れ、白い鷹率いる傭兵団を己の居場所と決める。そして3年の月日が経過した。ガッツを切り込み隊長に任命しようと思う。俺たちはグリフィスの判断に従うだけさ。一番に突っ込んで死ぬのが奴にはお似合いで。そうか、ガッツには切り込み隊を率いてもらう。いいな。なんで俺が奴らの面倒見なくちゃならねえ。命令だ。わったよ、隊長やりゃいいんだろ。やりゃすごいね、ガッツ。腕が認められたってことだよ。そうか。一人で剣ぶん回してる方が性に合ってるんだがな。隊長、ガッツ隊長。あ、誰だおめえは。ガストンと言います。切り込み隊の副長を務めさせてもらうことになりました。切り込み隊。ああ、そうだったな。よろしくな。まあ適当にやってくれ。はい、隊長。精一杯頑張りますんで。やるっきゃねえよな。ねえ、聞いた？今日はミッドランドの王様も出陣するんだって。王様自らご出陣とは。ミッドランドもいよいよかね。でもそういう時こそ活躍の機会は多いってもんさ。それに鷹の段の名を売る好機でもある。王様の前で敵をぶっ飛ばせばいいんだろう。いつもと大して変わらんさ。そうだな。ガッツは分かりやすくていい。先人、任せられるな。ああ、任せとけ。お前は牽制だけでいい。あとは本体がやる。分かってるって。黒執事鉄槍重装騎兵団の猛威凄まじく、我が軍の被害甚大。このままではここ本陣も危険かと。おらんのか。ジューダーの黒い悪魔を倒す者は。ミッドランド国王の首は黒執事鉄槍重装騎兵団が取る。
進め進め踏み潰せ我ら黒羊徹夜に重装騎兵団の猛威を天下に知らしめるのだ。なんたるざまだ。我が軍の将軍たちは何をしておるのだ。さあ大暴れさせてもらうぞ。の者がいるなんて。一つでも多くの首を落とす。
救援を。バカだ。この黒羊徹夜に重装騎兵団相手に行きがけだと。よかろう、踏み潰してくれるわ。しいとこお見せしやすぜ。傭兵だ。戦場の死神どもだ。が撤退していきます。バカな、傭兵団一つで戦局が逆転するなど。鷹の団これほどと。すごかったね、カッツ。
さすが高野団の切り込み隊長。さあ祝杯と参りましょう。お前らこそ悪かったな。俺一人で突っ走っちまって。ガッツ隊長、話がある。ちょっと顔を貸してくれないか、ガッツ隊長殿。お前どういうつもりだ。何が。とぼけるな。お前の任務は牽制だったはずだ。それを敵の真正面から一気がけだと。たまたまうまくいったからいいようなものの、貴様の勝手な行動が鷹野団全体を危険にさらすことだってありえるんだ。悪かったな、以後気をつける。いつもそうだ。そうやって口先だけ、そしてまた同じことを繰り返す。前と何も変わっちゃいない。お前はただ敵と剣を交えていればそれで満足なんだ。仲間のことなど少しも考えていない、ただの狂犬だ。もう一度、もう一度言ってみろ。二人ともその辺にしとけ。ガッツには俺からよく言っとく。グリフィスはあいつに甘すぎる。お前ら本当に仲悪いな。顔突き合わせて結構経つのに。考えてるさ。俺だって仲間のことは考えてる。もう昔の俺じゃない。思い出すな。戦場を渡り歩いていたお前を鷹野団に入団させることをかけた果た試合。あの喧嘩は楽しかった。喧嘩っていうのはああいうのがいい。グリフィス、今日の戦すまなかったな。お前のそういうところも俺の策のうちさ。